ら、こちらルイス、今どこにいる？家に帰りたいとこだが、その前にお城を観光中だ。好都合だ。実はプレゼントがある。例の症状の進行を抑える薬だ。どこに行けば？そうだな、城の中庭に来い。そこで落ち合おう。チャオ。アシュリー、今の話分かってる。行くしかないのに。ウェルカム。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。サンキュー。ありがとうよ。そうだな、あえて言うなら優等生ってとこか。最高にはなれなくても最良の相手。敵の頭をカボチャに変える魔法の銃だ。カボチャ畑を荒らし回ってやれ。なんてこった。それなら高値をつけてやる。ここで金を落としていくか、命を落とすかだ。あんた目が高いな。そいつの破壊力は抜群だ。リロードもすげえぞ。言ってる意味はわかるよな。どんなブツも大歓迎だぜ。腰が痛い。あのクソガキの城のお宝もさらっちまいな。胸がすくってもんだぜ。お宝だぞ。金じゃとても買えない。意外なチョイスだな。いやいや、いい意味で。もちろん。また来いよ。
件は何だ。うん、高値で取引だ。ナイフの手入れも忘れちゃいけねえ。あんたの生死を分けるひとときになる。見とれちまったか。俺たちの職人技は芸術さ。さあできた。お望み通りだ。だんだんあんたの好みが分かってきたぜ。武器にぴったりの調整をしてやるぜ。腕は確かさ。実戦で試してみな。あんたならすぐ違いが分かるはずだ。ナイフの手入れも忘れちゃいけねえ。あんたの生死を分けるひとときになる。見とれちまったか。俺たちの職人技は芸術さ。ほか素敵な旅を。ウェルカム。新しいの入ってるぜ。サンキュー。また来い。いや、ウェルカム。そいつは間違いない。あのクソガキのしえましてし。死ぬなよ。ウェルカム。ほら、新しい品を覗いてけよ。お宝ガラクタ何でもござれだ。その価値を決めるのは俺たちだけどな。高値で取引だ。そうだな、あえて言うなら言うと、敵の頭をカボチャに変える魔法の銃だ。カボチャ畑を荒らしまってやれ。あんた目が高いな。
こいつの破壊力は抜群だ。リロードもすげえぞ。言ってる意味はわかるよな。新しい相棒を手に入れたらどうだ。今後ストレンジャー。さあできた。お望み通りだ。見とれちまったか。俺たちの職人技は芸術さ。さあできた。お望み通りだ。実践で試してみな。あんたならすぐ違いがわかるはずだ。武器にぴったり改造ってな根気と努力がいるんだ。小さな積み重ねが大きな結果を出す。さあできた。お望み通りだ。買える時に買うってのが賢いやり方だ。他にはない。また来いよ。
て。声を立てるな。
大した歓迎ぶりだ。いい加減にしてくれ。平気？ええ、どうってことない。
よし、うまくいった。やるなら先に行ってよね。すごい豪華なお城ね。もう古いけど。にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。武器にぴったりの調整をしてやるぜ。腕は確かさ。お宝ガラクタ何でもござれた。その価値を決めるのは俺たちだけどな。お次は何だ。素敵な旅よ。ようこそおいでくださいました、我が城へ。ようやくお目にかかれて光栄ですよ、ミスター・ケネディ。で、お前は誰なんだ？私ですか。ラモンとお呼びください。単刀直入に申し上げましょう。そこにいる娘をこちらに渡していただきたい。今すぐに。
無理な注文だ、ラモン。彼女にもいろいろ都合がある。ミスター・ケネディ、ミスター・ケネディ、なんて高貴な方でしょう。とはいえ我々には彼女が必要なのです。その娘を源として、あなたの合衆国、そして全世界が恩寵で満ち満ちる。それがまさに我が主サドラー様の鉄よりも固いご意志なのです。ということでご理解いただけますね。よろしいですか。絶対に嫌。聞こえたろ。とても残念です。丁重にもてなして差し上げなさい。客人は死をお望みのようです。レオ、離れるな。怪我は？大丈夫、ありがとう。見てってくれ、絶対。損はさせないぜ。来てくれ。オーケー。気をつけろ。ありがとう。楽しい時間だ。
始まりだぜ、ストレンジャここから先に進めそうだ。慎重にね。ここから先に進めそうだ。慎重にね。鳴き声みたいな。
ここから先に進めそうだ。慎重にね。何？大きな動物の鳴き声みたいな。
何があったの？何も。動物が一匹いただけだ。大丈夫か？平気よ。今のところはね。コレクションルーム。これはレプリカだ。実戦では使えない。正解だったのね。待って、これって最初に来た部屋じゃない？戻ってきたんだ。ネオ、何してるの？君は絶対真似するなよ。レオン、無茶しないで。シャンデリアに乗るなんて行儀悪いわよ。そんなこと言ってる場合か。
げんよう、ミスター・ケネディ。娘を差し出す気になりましたか？しつこいぞ。あなたたちのために歓迎の宴を用意しました。さあ、見せてください。姫を守る勇敢な騎士の物語を。最低。開かないか。よし。目を来たわ。これが宴ってわけか。
そうだ。
平気？ね、どうってことない。が宴ってわけか。眩しいぞ。そうだ。
しい。平気か？うん、ありがとう。
第一関門突破だ。出てきたね。もったいぶった城だな。来い。大丈夫か。
早く戻ってくるんだ。待ってよ、レオン。大丈夫か？うん、平気。オッケー。この辺りか。大丈夫か？平気よ。でも私のことなんかより我が身を案じたまえ。哀れなこいつしよ。慎め我が子よ。アシュリー。